ウーロンテイチャ太郎は日本のオペラ落語家である本名、重本正明山口県岩国市に生まれる山口県立岩国高等学校を卒業15歳より声楽の勉強を始め東京芸術大学音楽学部声楽科を受験したが失敗したその後慶応義塾大学文学部史学科にてインド仏教師をかじり卒業十三歳で オペラ落語を制作した。50歳でオペラ落語を引退し、現在はオペラ落語を進化させた一人オペラを行っている。また、オペラナビゲーター、音楽大学でのレクチャー講師などを手掛けている。ABCD、ウーロンテイチャタロープロフィール。株式会社システムブレーン。2020年9月18日閲覧。講演講演会講習会セミナーの講習派遣。 講師紹介は、日本プランニングアートへ引く講師を、カテゴリーで探す、ウーロンテイチャタロ www.npa.co.jp。2020年9月18日閲覧。ウーロンテイチャタロプロフィール。www.chata-navi.com。2020年9月18日閲覧。ウーロンテイチャタロオペラとファド。 www.brick-one.com 2020年9月18日閲覧ありがとうございます。